はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は最近のファッションアイテムの中で特に気に入っているものっていうのを紹介していこうと思います。それでは早速見ていきましょう。それではレッツゴー。まず一つ目は、今私が着ているこの黒ニットなんですけども、これは実はタイのマーケットで購入したものなんですけども、あまり使ってなかったので結構新しめになります。肌触りもすごくいいですし、長さもねちょうどいい長さで、下にでも合わせやすいような形になっててすごく使いやすいです。それでは2つ目、最近たまに買っちゃうショッピングモールの一つのデイリーマンデーっていうところがあるんですけども、そこのフェミニンフレアロングスカートっていうものがすごく可愛いなって思って、長さもだし形もすごく綺麗だったので注文してみました。大満足です。それでは3つ目、このブラックのニットパンツなんですけども、これもまたタイのね市場で買ってきたもので、2枚でいくらだったかな、すっごい安かったんですよね。多分2000円しないぐらいだったかな、2枚で。なので部屋着として着ようかなと思って最初買ったんだけど、でも質もすごくね厚くて冬に着れるしっかりした素材だったので結構愛用しちゃってます。4つ目はこれもタイで制作してきたバコホームの帽子になります。ハットなんだけど、これはさっきの黒いパンツとか、あと黒ニットとかに合わせて結構カジュアルなコーデをするときに合わせて使ってます。それでは5つ目、今気づいた、結構今日体型多いです。これもねタイのチャットチャークマーケットに行った時に、コルクで商品を作ってるようなお店があって、そこのシンプルなこういうカバンが可愛くて購入してみました。それでは6個目、6個目はこのブラウンベージュのニットスカートになります。これはチェジュのロードショップで買ったんですけども、こういうロングのねニット系のスカートにはまっていて、でかつちょっとスライスというか、ね、こう巻きスカートみたいに切り込みが入ってるので動きやすいっていうのもあって購入してみました。次は7個目、これも先ほどのブラウンベージュのスカートと同じお店で購入しました。ニットのカーディガンが欲しくって、長さもねちょっと短めでハイウエストのものに合わせやすいようになってて、こうデニムに合わせても可愛いしスカートに合わせても可愛いっていう感じで使いやすいカーディガンを選びました。この模様がねすごい可愛くて気に入ってます。それでは8個目、このカバンについてはこの間の What's in my bag の動画を見たら詳しく説明してあるんですけども、これもまたタイのマーケットに行って買ってきました。ヘビロテ中です。9個目、これもタイのチャトゥチャ市場で購入してきたものになります。夏用のベロアみたいな感じで、すごく肌触りがいい白のパンツになります。でちょっとワイドになってるので、冬はちょっとね寒いんだけど、春先とか秋の時とかに着るにはぴったりだと思います。10個目はチェジュのロードショップでセール品で買ったニットベストになります。これはね白のシャツとかに合わせて着ても可愛いし、ブラウスとかに合わせてもすごく可愛かったです。で何よりもこの肌触りがすっごく良くって、最近はなんだろうな、デザインとかよりも質にこだわるようになってきたなと思います。でね、なんか指が1個ずつずれてて。で11個目です。このブラウスは最初ショッピングモールでこう欲しいなって思ってたものがあって、でもその時は買わなかったの。でもチェジュ歩いてて、チェジュのロードショップで同じ商品が売られていて、このロードショップで購入しました。ニットの中に着てもすごく可愛いし、買いやすくて気に入ってます。それでは12個目、最近ゴールド系のアクセントにハマっていて、まあシンプルなねリングタイプのゴールドのピアスっていうのを買ってみました。でこれもチェジュのロードショップで購入しました。でもショッピングモールでも似たようなのとか同じようなものがすごくたくさん売られているので、多分他のショッピングモールで全然探せると思います。それではラストになります、これもアフターマンデーのショッピングモールで
すんちゃんとお揃いで購入したんですけども、ハンドメイドパッチカラーマフラーっていうもので、まあ、ハンドメイドって書いてあるけど実際にハンドメイドではないと思います。ハンドメイドのなんかタグみたいなのがついてるのが韓国で流行っていて、そのマフラーのベージュとあとブラックを2つ購入してみました。はい、こんな感じの最近私が愛用しているファッションアイテムたちになりました。実際その他この他にもすごく私がね気に入ってる商品とかっていうのはたくさんあって、またすぐこういうファッション系の動画も出せたらいいなと思ってますので、お楽しみにしていてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。안녕.